衝撃、死後の世界は 100% 存在した。世界が震えた驚愕の事実。こんにちは。最近漢字の読み仮名を間違えてばっかりだから、今日もママに平手打ちされたいのりちゃんです。今回は死後の世界について研究している人を見つけたので、その内容をご紹介しますね。アメリカニュースサイトコレクティブエボリューションによると、ランザ博士は著書生命中心主義、いかに生命と意識が宇宙の本質を理解するための鍵であるかにおいて、物質ではなく生命と意識こそ現実理解のための基礎的な要素であると断言。意識は肉体的な死とは別物である上、脳が意識を生み出しているわけではないと主張しているということです。随分と大胆な説ではありますが、ランザ博士によると、量子力学の二重スリット実験を例にとれば簡単に理解できると言います。量子の世界では最も基本的な思考原理である矛盾率が通用しない状態である。量子の重ね合わせが長らく世界中の科学者を悩ませてきました。二重スリット実験では2つのスリットを通った電子が壁に衝突して作る痕跡をもとに、電子が波なのか粒子なのか確定されるはずだったんですが、観察者がいない場合、電子は波の性質に見られる干渉光を作り、観察者がいる場合、粒子に見られる痕跡を残すという非科学的な事態が生じたことで大問題となります。つまり電子は波であり波じゃない、粒子であり粒子じゃないという矛盾する性質を抱えていることが判明したのです。ここで問題となるのは、何より観察者の存在です。物理的世界に直接の影響力を持ちそうもない観察という意識的な行為が、というわけか量子レベルでは大きな影響力を持ってしまっているのです。このことを量子論の生みの親であるマックス・プランクは、意識は物質よりも根源的で、物質は意識の派生物に過ぎないと驚きを持って受け入れ、ノーベル物理学賞を受賞した理論物理学者ユージン・ウィグナーも、意識に言及することなしに量子論の法則を定式化することは不可能だったと語っています。もし全宇宙から人間を含めた意識を持つものが全て絶滅しても、宇宙は存在するでしょうか。常識的に考えれば、一切の生命がいなくなっても物質世界は存在していると思われますが、ランザ博士はそう考えません。なぜなら、二重スリット実験で示されたように、意識が物質世界よりも根源的だと考えるからです。この論理に従うと、肉体、物質と意識の因果関係が逆転します。つまり、意識が現実を生み出しているならば、発生の順番が脳から意識ではなく、意識から脳でなければならないため、肉体が死んでも意識まで消滅する必要はないのです。こうして死後の世界を認められるというわけです。しかし、そうは言っても意識はやはり肉体に宿っています。この揺るがない事実をどう説明したらいいのでしょうか。ランザ博士によると、肉体と意識が個別のものだとしたら、肉体がアンテナのように意識を受信していると考えることもできるといいます。すると、ロボットや桜餅が意識を受信している可能性もあるのでしょうか。ここまで来るとオカルト的な魅力的仮説ではありますが、意識がいかにして物質世界を作り出しているのか、その原理はまだ分かっていないのです。そもそも科学は愚か、哲学においても意識とは何かという根本的な問いにさえ答えることができていないのが現状であることを知らなければなりません。魂の不滅を認めるキリスト教や、輪廻転生を絶対的事実とするヒンドゥー教などの方が、科学よりもずっと真実に近いのかもしれません。いかがでしたか。
今回のランゼ博士の発表が正式に確定されるなら、人間が決めてきた物事の決まり事はだいぶ誤りがあったことを認めざるを得なくなりそうですよね。やっぱり天国と地獄は存在して、残った私たちの意識と言われるものはどちらかに向かうんじゃないかなんて考えてたら、いつの間にかまたガニ股になってました。みんなは今回の調査どう思いますか？コメントお待ちしております。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。